有島武雄、有島武雄、有島武雄、1878年、明治11年3月4日から1923年、大正12年6月9日は、日本の小説家。学習院中等科卒業後、農学者を志して、札幌農学校に進学、キリスト教の洗礼を受ける。1903年、明治36年渡米。 ハバフォード大学大学院、その後、ハーバード大学で、歴史、経済学を学ぶ。ハーバード大学は一年足らずで退学する。帰国後、志賀直屋や武者の工事さねやつらと共に、同人、白樺に参加する。1923年、軽井沢の別荘、上月荘で、畑野明子と侵入した。長男、雪光は、俳優の森正幸、代表作に、 会員の末裔、ある女や、評論、惜しみなく愛は奪うがある。東京小石川、現、文京区に、旧薩摩藩郷市で、大倉官僚、実業家の有島武の長男として生まれる。母は幸子。祖父、右平も、同じく豪市であった。武雄4歳の時、父の横浜税官庁就任を機に、一家で横浜に移る。 父の教育方針により米国人家庭で生活。その後、横浜英和学校、現横浜英和学院に通う。この頃の体験が後に、道は、和ずの武道を産むことになる。10歳で学習院予備課に入学し、寄宿生として過ごし、19歳で学習院、中等全科を卒業する。その後、札幌農学校に入学。教授のニトベイナゾウから、 一番好きな学科は何かと、問われ、文学と歴史と得たところ失笑を買ったという。内村勘三や森本光吉の影響などもあり、1901年、明治34年に、キリスト教に入信する。農業学校卒業後に、軍隊生活を送り、その後と米。ハバフォード大学大学院、さらにハーバード大学で学び、社会主義に傾倒しホイットマンや、イップセンラの西欧文学。 ベルクソン、ニーチェなどの西洋哲学の影響を受ける。さらにヨーロッパにも渡り、1907年、明治40年帰国。この頃信仰への疑問を持ち、キリスト教から離れる。アナーキストの巨星であった大杉久氏が海外に遠征した際に、黒百合会を主催していた有島武雄は同志として、寒波をしたが、実はそれまでに大杉とは、 数回しか会ったことがなかった。帰国後は再び呼び見習い士官や、東北帝国大学農科大学の英語講師として過ごしていたが、弟のイクマを通じて、芝直や、武者の工事さねやつらと出会い、同人し、白樺に参加する。カンカン虫、おスエの詩などを発表し、白樺派の中心人物の一人として、小説や評論で活躍した。1909年、 明治四十二年東京にて、陸軍少将、上尾三海の次女、上尾康子と結婚。1911年、明治四十四年、札幌で教職を務めていた時、長男、雪光誕生、後、俳優の森正幸として活躍する。1916年、大正五年に、妻、康子、肺結核により平塚の安づく模で、二十七歳で、 ぼつと父を亡くすと、本格的に作家生活に入り、カインの末裔、生まれいずる悩み、メールを書き、1919年、大正8年には、ある女を発表した。しかし創作力に衰えが見え始め、星座を途中で筆を立つ。1922年、大正11年、宣言一つを発表し、北海道ガリフト村の有島農場を開放する。 1923年、大正12年、婦人公論記者で人妻であった、畑野明子と知り合い、恋愛感情を抱く、有島は妻、安子と死別後は再婚せず、独身を通した。ところが明子の夫春房に知られるところとなり、脅迫を受けて苦しむことになる。そして6月9日、二人は、長野県軽井沢の別荘、上月荘で石を遂げた。7月7日に、 別荘の管理人により発見されるが、梅雨の時期に1ヶ月遺体が発見されなかったため、相当に不乱が進んでおり、遺書の存在で本人と確認されたという。複数残されていた遺書の一つには、愛の前に死が書くまで無力なものだとは、この瞬間まで思わなかったと残されていた。2009年、平成21年7月に、死の 約半年前から有島が秋子と取り交わした書簡拡散通が札幌市にある北海道立文学館で一般公開された。辞世の歌はというものであるとされ、唐木純造の表では、いずれも少女市民以上ではないと断じられている自殺について1950年、昭和25年、死であった内村肝臓は、この度の有島氏の行為を称える者が、 あまりの知人にいるならば、その者のとの交流を断つ、大意と言命した。ロ人が紹介したことから、中華人民共和国での知名度が高く、教科書にも掲載され広く読まれている。弟に、画家の有島育馬、ま、作家の里見とん、日本輸取締役の有島小五郎。妹島は、東京時警会医科大学を設立した、高木兼弘の長男機関と結婚。 妹の愛は、三笠ホテル経営者の山本直義に嫁ぐ。妻安子は、陸軍大将男爵、上尾三生美の次女。二人の間に子として、雪光は俳優の森正幸。森と愛人との間に生まれた孫に、日活ロマンポルノで活躍した女優の中島葵、早々に、ミュージシャンの有島コレス、俊幸、翻訳家、石井よし子と婚約していたと言われるが、 第二次世界大戦中に若くして、結核で亡くなる、行さん、母方の髪を毛を継ぎ、断尺。その次男は、シンセサイザー奏者の髪をメールを追い、弟、行郎の息子に、創価学会所で音楽隊長で公明党第議子の、有島茂武。指揮者で作曲家の山本直住は、妹、愛の孫。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。